キビのことについてちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、やっぱ体毛も私めちゃくちゃ濃くて、で背中の毛もめっちゃあるんです。これがその去年の一番マックスでひどい時、もう本当に見せるのも嫌なんですけど、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、ちょっとこれを出すかどうかをすごい悩んだことがあるんですが、まあ、私自身それを出すのが恥ずかしいというかね、ちょっと抵抗があるなと思ったんですけども、でも本当にずっとずっと今も悩んでて、同じ悩みを持ってる人たちがたくさんいるだろうなと思って、ちょっとその人たちのために少しいい情報になればいいなと思って動画を撮っていきたいと思います。背中ニキビのことについてちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、本当に顔もニキビ体質で、結構思春期の頃、小学校の頃とか、その生理が始まった時からもすごいもうニキビとか赤ら顔とかもすごかったですし、それと同時に背中ニキビっていうのもめちゃくちゃ出てきてたんです。で、もう本当に中学校の頃とかからも皮膚科さんに通ってお薬もらったり、あとなんか飲み薬もらったり、なんか赤外線みたいなその時当てたけどストレスですねとか言われたりして、なかなか本当に綺麗にピカピカになることっていうのがほとんどなかったんです。で、大人になってて、でもちょっとずつなんかこうエッセとか自分で行けるようになって、ニキビ跡っていうのはなんかもう日焼けをしてちょっとカモフラージュさせて見てたりとかしてたり、でもやっぱりどうしても新しいニキビができたりとかで、あとその背中の毛やっぱ体毛も私めちゃくちゃ濃くて、で背中の毛もめっちゃあるんです。あの怪我する前に脱毛通ってたんだけど、脱毛がストップして、あの完璧に背中の毛をなくすことが、まあ、まだまだできてない中で、やっぱその背中の毛から発生するニキビっていうのとかもあったりしてて、で本当にずっと悩んでて、でもちょっと改善したりして、悩んで改善したりして悩んでの繰り返しだったんですよ。で車椅子になって、で、まあ、入院まずします。で入院期間ってお風呂って全然入れない期間がやっぱ長いし、しかも私夏の時期に入院してたから、もうめちゃくちゃ汗かいてるのに体拭くだけで終わってお風呂入れないとかっていうのがあって、そこからまたニキビがめちゃくちゃ出たんですよね。で寝返りができなくて、ずっと仰向けの状態で普段寝てるんですけど、そうするとやっぱ夏場とかめちゃくちゃ背中に汗が溜まりまくるんです。本当に背中がずっとこう汗だらけ、良くない状態がやっぱ車椅子になっても続いて、で去年の火傷をした時によりまたひどくなって、でこれがその去年の一番マックスでひどい時、もう本当に見せるのも嫌なんですけど、でも本当にこれくらいひどいかったんです。背中の毛もあるしね、背中の毛もあるし。でちょうど火傷で通ってた皮膚科さんは美容皮膚科さんもやってたから、なんか雑談がてらに相談してみたんです。ちょっと試してもいいんじゃないかなって思うやつがあるよって言われたのが、サルチル酸マクロゴールっていう、まあ、ピーリングのなんかものになるんですけど、私が行ってたその皮膚科さんは福岡の皮膚科さんなんですけど、計全部で7回かな、7回やるんですけど、まあ、自費なので1回1万円くらいする、1万なんぼするのを、一気に7回契約するとちょっと1回分あるかないかくらいちょっと半額になりますよっていう、まあ、約だから7万円くらい払って、そのサルチル酸マクロゴールっていう背中のピーリングをやりました。まあ、施術としては普通になんかこう背中に塗ったり拭いたりするだけで、何か光を当てるっていうことでもなくて、本当に塗って待ってなんかただ取るみたいな、なんか拭き取るっていうだけのやつをだいたい1ヶ月に1回やって、7ヶ月間やりました。ニキビ跡は消えないけど、新しいニキビをまず作らないっていうことを目標にした結果、今の背中がこちらになります。でもめちゃくちゃ変わったと思いません？いやもう前回、まあ昔がひどすぎてというか、1年前がめちゃくちゃひどすぎて、こんだけ綺麗になるとは思わなかったんです。まだまだ背中が綺麗とはもう言えないですよ。もう背中の毛も濃いし。まだまだ綺麗とは言わないけど、でも新しいニキビもほとんど
ほとんど出にくくなって今こんな感じでなってるので、夏に向けて冬頑張るんじゃなくて今から来年の夏に向けて今からその背中のコンディションを整えておかないともう間に合わない、間に合わないから悩んでる人の参考になってくれたらいいなと思います。サルチル酸マクロゴールっていうのは取り扱ってるところがもしかしたらそんなに多くはないのかなって先生が言ってたので、そのサルチル酸マクロゴールで美容皮膚科で検索してみて近くのクリニックさんがあったらぜひそちらで試してみてください。で、背中じゃなくて施術例とか見ると顔のニキビとかにも効果がある写真とかも載ってるので、背中だけじゃないところでニキビ悩んでる人とかもちょっとこのサルチル酸マクロゴール試してみてください。もしそれでちょっと良くなったよっていう方、私もやってるんですよっていう方は教えてほしい。そしてニキビ跡、めちゃくちゃニキビ跡に私はまだまだ悩んでますし、また背中の脱毛もねやりたいんですけど、こういうのありますよとかっていうのを情報を求めております。美容皮膚科さん、美容外科さん、エステのところ、ぜひ背中ニキビ跡これいいですよっていうのがあればお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。皆さんからもお待ちしておりますので、来年はね綺麗な背中を出せるように頑張っていきたいと思います。脱毛も頑張ります。はい、ということで今日は背中ニキビについてお話しさせていただきました。参考になったでしょうか。そしてごめんなさい、こんな汚い背中を見せちゃってごめんなさい。はい、ということで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。